昨日株主総会があって分かったんですけど、ハワード・ストリンガー会長っていうのが今回は年収8億6300万円去年から比べると4850万円も上回るっていうんですね。で彼ら今ちょっと計算したんですけど、彼ら270万円ではハワード氏がこれから解雇しようという会社の社長が8億を超える人がさらに4850万円も上回るのに、その、ね、22人の年収上回れば上回もらっちゃって彼は解雇と、もう本当に頭がきてるんですよね。まあとっとまあ詰まっちゃうんですけど、まあ、許されないとか言うと今戦っています。でこれはソニーだけの問題ではない。私たちなんですが、今回の震災が起きまして、まず一番最初に駆けつけたのも我々ここにいる機関社員みんななんです、ね、で泥かきから始まりで、そういう一番最初の本当に大変な作業を我々やってきて、かと思えば突然会社に来なくていいよ。我々は物じゃないんですよ。ちゃんと生きてる人間なんですよ。ソニーは大会社ですけど、なんとか戦って我々の雇用を守っていきたいと。このままでは日本の技術っていうのはほとんどなくなっていくと思います。復旧を目指して頑張っていた人たちの気持ちを踏みにじる行為だなと。会社に行く準備をしてたんですけども、結果的に来たのは3ヶ月後の解雇通知でした。会社には納得のいく説明を絶対にしてほしい。できればこの雇用に対する考え方もちょっと改めてほしいと思います。そのためにですね、今皆さんのご協力をお借りしに来ました。よろしくお願いします。山下よしき君。ソニーは被災を理由にこのセンターの事業縮小計画を発表いたしました。労働者2000人のうち正社員280人を県外へ広域配転する、機関社員は150人全員を雇い止めにするという計画であります。経済界にはできるだけ雇用を守るように要請をしているということは重ねて申し上げておきたいと思います。山下よしき君。要請したと言いますけども、今目の前で雇用が切られようとしてるんですね。彼らは請負い派遣機関社員と雇用の姿こそずっと非正規でしたけども、仕事の中身と志はプロフェッショナルだと。だから自分たちの工場を守りたいと駆けつけたんです。そんな彼らを震災の真っ只中で切り捨てて復興なんてできるはずない。総理、辞めさせるべきじゃありませんか。私としても事態を把握をしてみたいと思います。山下よしき君。お願いした後にこういうことをやってるんですよ。調べもしない、聞きもしないんですが、ほっとくんですか。菅総理大臣。まあ、私 の、観点でも、事情については関係者にお聞きをしてみたいと思います。山下よしき君。ソニーの機関社員の年収は270万円ですよ。150人合わせても4億円ですよ。かたやソニーのハワード・ストリンガー会長は一人で8億6300万円の報酬を得てますよ。その半分で雇用を守ることはできる。さらにソニーには3兆円を超える内部留保があります。こういう時こそ使うべきじゃありませんか。私は言いたい。地元の中小企業が歯を食いしばって雇用を守っている時に、体力のある大企業が頑張ろう東北と雇用を守らなくてどうするんだ。若者たちに希望を与えないでどうするんだ。政府として大企業に雇用を守る社会的責任を果たさせること、雇用を守る中小企業を本気で支援することを強く求めて質問を終わります。以上で山下よしき君の質疑は終了いたしました。
実際に皆さんがお話しされているときはちょっと前を向けなくてですね、うん、前を見たら泣きじゃくてしまいそうで、うんうん、ちょっと一生懸命目をつぶって集中していただきたいんですけど、うん、本当に我々の思いを6分という時間ではありましたけれども、すべてぶつけていただいたと感謝の気持ちでいっぱいです。今回やっぱりちょっと少しだけ届いたなっていう気持ちがすごいあって、うん、泣かないと思ってたんですけど、うん、やっぱ、うん、すいません。よく昨日からね来ていただいて、みんなが見ていただいていることがね、僕自身にもやっぱり絶対に負けられないというか、負けるはずないというかね、そういう気持ちを持たせてくれました。やっぱりみんな言ってたように、こう議場が全体みんなの立場に立ってくれたっていうのはね、僕も本当にあんな経験は初めてです。それだけやっぱりこう皆さんの戦いに大義があるということがね、もう野党だけじゃなくて与党のね、筆頭理事もいい質問でしたと、で総理がもぞもぞ最後言ったときに調査するって言いなさいって言ってね言ってたよ、やっぱりね、そのぐらいやっぱり皆さんに道理も大義もあるし正義もあるということがね、みんなに他の人に伝わる、それはやっぱり力ですから、その力をね、こうやっぱり労働組合に入ってね、団結して諦めずに戦ってくれてるから、やっぱ分かるわけで、そして同じ境遇にね置かれてくすぶってる若者たちものすごい多いですよね。若者の2人に1人は非正規だから、そういう皆さんにもね、皆さんの戦いはもう間違いなく響くと、だから本当ね、いい戦いをしてくれてるし、僕らはそれにね一緒にスクラムで、頑張れたっていうのが僕は嬉しいです。今日ね、委員長言ったようにスタートとしてね、これ引き続きね、勝つまで頑張りましょう、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。